おーわーケロちゃんです。クロちゃんも随分ひどいもんないね、ほんとにクロちゃん何々だシーンってよく瞑想しまくってやってやるシーンみたいな感じでなんだっけ、やめよう、はいまあ別にいいけどさちょっとね、よろしくよろしく名乗れやいやだ名乗ったじゃん、ね、名乗ったじゃん、ちゃんと名乗れてるよ、こうやって名乗ったじゃん、ね、みんな出てくるよ、俺そこ絶対編集してるよ、ひどーこういうなんつーこと言うの編集してもう七死になっちゃう。おういいよよくねえ諦めたよくはねえんだよ、これ8回ぐらい続くエンデレスエイトじゃねえよそれに乗ってるけどさ8回ぐらい続く同じ回8日連続ぐらい8日連続ぐらい投稿するんでしょ、これ何かがおかしいキョンくん電話ピーだよピー、今乗られるよピーそもそも怒られるからちゃんと聞かないと、うん、別に怒られたって怖くねえしほら書いてあるだけだそれは怒るぞまあ先入念はもう本当に喉が詰まるサメあるよ、うん、サメあるよ、いらない、お薬あるよ、お薬じゃないお薬飲めたね、はいはい、それ終わったらトゥーさんが出して3人でっていう感じですね、うん、でまあそのお題っていうのはそのラブライブでもいいですし、ラブライブサンシャインでも本当にどっちでもいいです、適当に聞きそうそれは適当さおうじゃねえよ、うなずいてるのは分かるけどさなんか俺こいつはハルさんほら早く時間縛りとかねえからな、別に時間お前しかもおめえらさん時計持ってねえだろ、負けわかったお前向き流しやんか、ルール説明すら進まないよ、本編行かせろよ、やだよなんでやらねえんだよ、じゃこの説明すら意味ねえことになるからね、なくはないよ、お前が嫌がるじゃんこいつ性格悪い、それに関しては何で、ちょっと決めらんないかな、決めてくれるそれはちょっとどっちもって、あの見てくれてる人のご想像にお任せしますって俺らも想像に負けてるようになっちゃうのそれどっちみたいな、三角って落とし入れっていう気はないんだよ、あ、自然とそうなっちゃったみたいな、そうそうそう、なんかどうしても罰しか出てこないような気がするんだよね、罰しかない、それ丸に塗り替えてやろうか、超丸みたいな、罰じゃん、だってさ罰しかないじゃん、罰罰罰赤いの見えちゃった、赤いの見えちゃった、罰言っちゃった、わかった早く進めて、うるせえ、奥の方から豪華商品のサバ缶だ、なんでサバ缶に限っちゃうんだよ、猫缶猫缶じゃねえわ、それはそれで、うん、りんちゃんちょっと、あ、わかった、干し草お前だけじゃん、喜ぶ、そうだな、干し草喜ぶよ、うん、うんじゃねえわ食わねえよ今日反応されない、ちょっとなんかボケっとしてんのかな、してるな、いつまで書いとんの、ほんとにそれドラえもんじゃねえからね言っとくけど、雪だるまにしか見えからね、え、ドラえもんじゃん、八重もんじゃなくて、あ、そ、これがねえんだ、あ、違う、え、いや、ちげえ、そもそもさ、顔面がおかしいんだっけ、あれ、そもそもね、顔面と胴体がね、もう完璧に一体化してるんだよせめてさ、分別するために鈴ぐらいつけてあげる、あ、そっか、鈴つけてあげればいいの確かに、これでドラえもんじゃん、ほら胴長短足でしょ、気持ち悪い気持ち悪いなんかね、なんか時速飛ばしロボットみたいな感じだよ、え、ドラえもん、あれじゃ次世代有能ドローロボットでしょ、有能、いや無能ロボットです、え、これあれでしょ、ローラーでしょ、これ足ですね、足じゃないでしょ、手動でしょ、手動、ちょっと後でドラえもん見てくるわ、俺ちゃんと正しいの書けるよ、あ、マジで、いつまでやってんだよ全然早くやろうやお前、もう早く進めた言ってたのお前やろ、そんな、だからこれとか使わねえからこの辺普通実際使わねえ、はい、じゃあ、テテテテテテ、そうだね、テテ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 テ、そろそろ始めてもいいかな、いいよ、いや今日車の中で騒ぎすぎだな、もうすでに喉がやる、ね、モンストでね、ちょっとねモンストが盛り上がりすぎだ、ね、そう、23回な人がいない時にやるからでしょ、おめえが待ってろって言ったんだろうな、違う、そういうことじゃないよ、そういうことじゃないよ、じゃ あなたたちがさ、そろそろ着くよって言ってんのになんかモンストやり始めてんのが悪いんでしょ、てへてへじゃないよ、だってそろそろええ感じなところにいるよって言ったのにだいぶ遅れるって言ったのあなたじゃないか、だってしょうがないじゃん、あの時あそこ走ってたんだもん、ダメあ、めっちゃ G 余り、あ、でも結構自由でいいから、あ、いいの、うん、そうそうそう、結構無理やりだけど、待て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 、こいつに自由って言っちゃダメだぞお前、どういうこと
じゃあお前だけ、じゃあお前だけ464ちゃう。だって新しいやん。語呂悪っ。俺の得意技、編集の暴力。編集の暴力だね、本当に。一方的に何でも好き勝手できるよみたいな。なんだったら俺ずっとここにだけズームしてる田さんがもう最初からいない。いなかったかのように。かわいそうなんだけど。なんか最初のあと1行出るもんね。最初のやりとり俺いない状態でやられんじゃん、うん、悲しい。パッ願ったりかなったり。とそう、じゃあもっとお話するいっぱい。やだ。舌打ちされたし、脇からは嫌だって言われたし。踏んだり蹴ったりだな。もう伝えるか。もう連れてっか。もう、ね、いや、もう一人だけ。なんでだよ。協力プレイやろうぜ。一人でですけど。マルチやろうぜ。はい、じゃあ次、トゥーさんお題。ラブライブ関係だったら何でもいいでしょ。まあまあまあ。あんまり難しいのはやめて、ね、あんまり難しいのはやめてね。ちょっと知識の知識の差が幅がないし、本当に激しい。あの初心者ですからね、まだ。全然俺らついていけない。カースト制とは違う。埼玉スーパーアリーナじゃダメですか。行ったことないからな。無理だね。行ったことないから。無理だね。うん、分かった分かった。いいね、今回はあの冬ということで。そうだね。ちょうどね。そう。寒いもんね、腕まくりしてるやつ。それもいたわ。この季節感のなさな。あんま中は半袖なんだけど。中すいた。これ。ね、あとフィギュアも素の春並べてるし、ああいいよね。後ろ姿しか見えないけど、カナンちゃんとリンちゃんが話してるとこ見てみたい。ああ次元を超えてね。次元を超えてるわけじゃねえかな。次元を超えてるだろう。時を超えてね。時をかける少女、それダメなやつ。二人して時をかけちゃったからちょっと嬉しい。すれ違っちゃった。すれ違っちゃった。あれお互いの時代に行っちゃうよ。これいないにゃん。君の周りになっちゃうよね。ちょっとした君の君の全然前世から僕は君を探し始めたよ。この一歩言えよ。よし、はい、じゃあたまたまを消せ。いつの間にか書いたたまたまを消せ。こんなんじゃなかったっけ。全然違うね。何その亡霊の方は。ひどい亡霊って何。なんかマリオとかに出てきそう。おー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 。あれ？早くやろうやもう。はい、ごめんなさい。やるか。ポニーテイル。おお。ポニーテイル？いいね。ごめん、俺の頭の中にはね、48人のアイドルしか今浮かばない。ポニーテイル、ジューシーながら食べるの。それ、答え言ったから。それ使っちゃダメだからな。君が走る。ポニーテイルか。束ねた長い髪水玉のシュシュ恋の尻尾は捕まえられない。ハゲたら消えてく幻。ちょっと待ってちょっと待って、でもポニーテールってさ、ラブライブ自体には関係なくね、あんまり。まあキャラはいる。2キャラいるけど、しか出てこないじゃん。まあそうだ、やめとこう、やめとくか。じゃあ今の全部未公開に使われるやつ。超熱唱ね。AKB のファンかな、絶対バトクル。元 AKB ファンだから。あ、そっか。そうだよ、俺やってたね、バトクル。で、俺中3から聞かれてたよね。いや、別に俺みんな仲間いたし。え、仲間いたし。まあ、え、見えてるの、見えてた。俺が見えるのか。どこそ。お前が見えてるのかじゃなくて、お前に、お前の目には何が映っていたんだって言いたいの。友達、友達いなくね。いや、あれ。いないじゃん。いないのにさ、なんか言ってるからさ。ひどいよ、ねえ、この人ひどいんだよ。お前もひどかったわ。大概だったわ。あ、ごめん、ちょっと壁のシミが気になっちゃって。うん、壁のシミだらけだな。ごめんなさい。スクフェス。おお。スクフェスもやめようか。やめんの、今ちょっと思いついちゃったのに。スクフェスやめます。スクフェスやめます。奥さん、どう思いますよ、これ。どうね、コロコロ変わる人。聞くのはシンプルに。まだやるか。まだやる。ちょっと余韻が、余韻が残ってた。ウグイスダンボ。もう飽きた。あれ、かかって目だっけ。目だよ。そんな激しい感じだったっけ。目。もうさまさん。髪の毛。それ、違くね。もうさまさん。お前知らないよな、その元ネタ。多分ワンピース、うん、でしょうね。Z だけ見た、なんかテレビやってたやつ。なんで Z だけ見た。逆になんでザーでも多分設定知らんでしょ。全然わかんない。モサ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 カンパテレビだからな、あれ言っとくけど。さっきもさ、
お題でさ、スクフェスって出たじゃん。うん、スクフェスですげえ思ってることが、うん、ハッピーパーティートレイン難しすぎない？難しいよね、俺全然俺あれはフルコンできないよね。ハッピーパーティートレイン、ティゴーキ、俺ほんとにね、切れそうなの。曲大好きなのに。カナンちゃんの選択曲だからね。はい、難しすぎます。いや、感情変わって、まあ、携帯を辞書代わりに使っちゃって。ちゃんと辞書引きなさい。まったくないから言ってんじゃん。自分の携帯やっててもね。ハルさん、って何のことやら。おい、記憶にございません。記憶にしかございません。新しい。そっかって。記憶にしかねえのか。そっかって。そうなのけーって。なんかだんだん各自小さくなってきたね。絶対これ動画で見えないんじゃね。大丈夫、アップするから。ちゃんとズームしてあげるから。ありがとう。あと何だったら文字も入れてあげるから。あ、そう。超親切。トゥーさんは全然モザイク。おい、なんで俺はそんなにモザイクをかけたがるんだお前。そういう存在だからかな。なんだこの野郎。なんかそれほんといけないものみたいになっちゃってるな。トゥーさん、リアタさんは目にだけモザイク。なんでなんでそんな絶妙なとこ入れるで、俺はボイスチェンジしとくから。もうさ、もうさ、もう何なのか分からなくなったよ、それ。仕掛け終わった。みんなした顔す、俺もかけ終わった。今回全然カメラの方向いてないよ、俺。俺も全然向いてないんだよ。まあいいんじゃん。ずーっとこう向いてる。ボードの方に行っちゃう。あー、まあまあまあ。やっほーやっほー、適当な感じ。カメラ向いた時一番適当っていう。それ気に入っちゃったの。うぜ。はい。はい、あともう3週ぐらいで。もう3週ぐらいで、ね、あともう3週で終わろう。その後生ろう。その後生ろう。なんか嫌なんだけど。生ろうって、なんか生ろうって、生ってるみたいだわ。まあ俺生ってるわけじゃん。生ってるよ、生ってるよ。全然生ってねえべ。だけど、うぜえ、おごられた。どすぺな。うぜえ。はい、なっぺよ。黙れ。対してドラゴンが出てこないクエスト。最初はちゃんとボス竜王とか、ボス竜王だからね。まあ全然人型なんだけど。まあね、なんか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 インチキ魔導士みたいなやつ。そうそう、インチキ魔導士みたいなやつ。こいつ大丈夫かみたいな。竜なんかこう、おおめっちゃめっちゃ顔薄いよね。はあみたいな。おお竜おう竜おう。ちょっとドラゴンっぽくっていう。そう、グリーンな都市伝説に出てきそうな。やだー、人面犬みたいなるわ。ひどい。結構わ、結構わかるかも。ほっぺ書いてあげようよ。ほっぺ書けばわか、わかんねえよ、ほっぺ書いても。ほっぺ書いたらさらに怖いよ。なんでその体育で照れてんの。これほっぺ書いたらさらに可愛さ増したじゃん。怖さ。可愛さつが可愛そうさなら増したんだけど。ショックだな、頑張ったんだけどな、ピカチュウ。なんでもうちょっと絵をショッキングにしてんの、それ。お想像にお任せしますよ。見せなくていいよ。お想像じゃねえよ。本当に見せなくていいわ。感じて使わねえと出てこないよね。ねえ、本とかでよく映るんだけどね、やっぱ書かないとね。そうなんだよ、人間書かないと覚えられないからさ、ね、忘れるんだよ。覚えないんじゃなくて忘れるんだろ、お前。人間って忘れるようにできてるんだもんね、脳みそがね。覚えるためにもできてるんだよ。ん、忘れるためにもできてるけど、覚えるためにもできてるんだよ。うん、その忘れるの処理能力がめちゃくちゃ強いんだよ。早いこと早いこと。何を一番それに言うか。覚えたー、忘れたーみたいな。早すぎだろ。ルーズのまんまだからね。ミルキーはパパのゴミ。ん、ん、ん、どういうことだ。俺、なんて言った俺今。パパのゴミ。すげえなこいつ。ひどすぎる。俺さ、ママドールあんま好きくないんだよ。なんで、しかもママドールだけしな。うん。いや、ママって来たから、いや俺パパって言ったけどさ、ママドール、ママって来たからさ、やっぱなんかママっつったらママドールかなみたいな感じで繋げて、結果俺ママドールあんま好きじゃないじゃん。うん、一番最初に始めたのミルキーじゃん。ん、うん、お待たせしました、キルユークイックです。土の涙を飲んでいい。泥。シンプルに泥。ビフィズスキンのささやきでございます。
ヤクルトやないかい。みんなできた？待って。俺は、OK。待って、ちょっと待って。待つよ。待つよ、いくらでも待てるよ。君が来る。私待つはロボじゃないの？そっちなのって、こっちの歌もわかんのかよ。いつまでも待つ。アミでしょ？ちげえよ。え？ヤタ太郎はわかるっしょ？ん？待つよ、いつまでも待てるよ。なんだっけ？君が来るその日まで手紙を大事になくさずに、わかんない、いたらまた会えますよね。紙飛行機。ああ、はい、ごめんなさい、知ってます。知ってたな。だってそしたらまた俺自主規制になるほら。何が行こうとしてたんだよ。素晴らしいっすね。車に引っかかるとか。それは、うん、それはまあ、なんか不本意だにゃ。よっしゃ、車にかかるとか、うん、めっちゃ携帯見ながら感じかかってる、うん、それでいいんだよ、それでいいのだ、それでいいのだ。ボンボンバカボンバカボンボン、なんだろう。若干早いけど深夜テンションかい？大丈夫？通報する？若干どこじゃねえよね。もう言ってくる1時だよ。早いね。早いね。早いね。今更生放送だったら人いなさそう。確かに。大丈夫かな？ 5 人。あ、でも土曜日だからね。言うて前もこの時間だからやった。もうそうだ、俺の時に。夜勤の時に見てたから。夜遅く。完璧に半の名前言ったよね、君に。うん。さあ、最後のお題は？何するんだい？さあ、最後のサザエさん。あ、違う。うん。びっくり。最後サザエさん言って来週じゃないんだよ。うるせえ、片梨くん、うるせえ。難しいよね、お題。サルさんまだまだある感じ。うん、第2回、第3回ぐらいは開けるんじゃないかな。頭の中どうなってんのかな。ラブライブのことでいっぱいです。大丈夫かな、この人。俺の速攻ドラえもんが自主規制。ひどい。あれ、ドラえもんってなんか違うっけ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お前もらってくな、それを。すっ